ザインビトゲンシュタイン効果の紋章1450年のザイン伯爵領とビトゲンシュタイン伯爵領、ザインビトゲンシュタインはドイツ、神聖ローマ帝国の両方国家の一つ。現在のノルトベストファーレン州に存在したビトゲンシュタイン伯爵領が14世紀にザイン伯爵家の冒険に相続されたことによりザインビトゲンシュタインと称した。17世紀初頭に ザイン伯爵領を相続した一方で、三つの分国に分裂した。伯領を収めていたザインビトゲンシュタイン家の現在の課長は、ベルレブルク系の当主、グスタフツーザインビトゲンシュタインベルレブルクである。ビトゲンシュタイン伯家は12世紀後半に成立したバッテンベルクビトゲンシュタイン伯家の流れを組み、ラーン川沿い2187年に建設されたビトゲンシュタイン城と、 ショートシラアースフェを本拠としていた。ビトゲンシュタイン博家は1295年にケルン大司教の報道となり、1332年にはベルレブルクにまで勢力を伸ばした。14世紀にベルナー4世の死により、ビトゲンシュタイン博家の断経が絶えると、大貴族、シュポンハイム家に属するザインャク家の冒険である、ザインホンブルククザレンティンが、ベルナーの妹アーデルハイトと結婚し、 ビトゲンシュタイン伯領を受け継いだ。これにより、1361年には、ザインビトゲンシュタイン伯爵家が成立した。同家は、ホンブルクブレル、およびラーシュペ、ベルレブルクなどから構成される、ビトゲン一方、ザインビトゲンシュタイン伯爵家の段系の本家筋に、当たるザイン伯爵家は、混同を避けるためにザインザイン伯爵家と呼ばれた。同家は、ザイン、アルテンキルヒエン。 ハヒエンブルクなどからなるザイン伯爵領の支配者だった。1500年以後、ビトゲンシュタイン系は帝国クライスのうち、ニーダーラインベストファーレンクライスに所属したが、ザインザイン系はオーバーラインクライスに所属した。16世紀後半、二つの伯爵領は宗教改革を受け入れた。ザインザイン系は1606年にハインリヒ4 0伯の死により断絶した。 ハイン・リヒ4世は1591年に、名のアンナ・エリーザベトと、ビトゲンシュタイン系の当主ルート・ビヒ1世の次男、ビルヘルム3世と結婚させており、ギリノーイ・ビルヘルム3世にザイン・ザイン博領を、相続させている。ハイン・リヒ4世博の死により、ザイン・ザイン系とビトゲンシュタイン系は1系統に、統合されると思われたが、ビトゲンシュタイン系のルート・ビヒ1世博は1605年、 死に際して、家領を三人の息子たちに分割相続させたため、統合されたザインビトゲンシュタイン伯領は三つに分裂した。長男のゲオルク二世は、ビトゲンシュタイン伯爵領の北部を相続し、ベルレブルクを居心とした。彼の子孫である、ザインビトゲンシュタインベルレブルク家は、1792年に、神聖ローマ帝国の帝国諸侯に列せられた。次男のビルヘルム三世は、 1591年に、ザインザイン系の女子相続人、アンナ・エリーザベトと結婚して、ザイン伯爵領を相続し、ベンドルフ郊外のザイン城を居所とした。この家系は、ザインビトゲンシュタインザイン家と呼ばれるようになった。この家系は17世紀の半ばに、女子相続を通じて、ザイン伯領を失い、1846年に、最終的に断系が絶えた。 加盟のみは1861年より、18世紀にベルレブルク家から分かれたザインビトゲンシュタインルートビヒスブルク家が受け継いでいる。三男のルートビヒ二世はビトゲンシュタイン伯爵領の南部を相続し、ラースフェのビトゲンシュタイン城を居所とした。そのためこの家系は当初ザインビトゲンシュタインビトゲンシュタイン家と呼ばれたが、後にザインビトゲンシュタインホーエンシュタイン家と呼ばれるようになった。 本家筋のベルレブルク系に遅れて、1801年に帝国諸公に列せられた。1806年の新生ローマ帝国の解体に伴ってザインビトゲンシュタインの諸公領、白爵領は近隣の大規模領法に売信化され、いずれもシュタンデスヘルカモンとなった。ありがとうございます。